サウスカロライナ州で酒に酔った25歳の女が運転する車が結婚式当日の新郎新婦に突っ込み花嫁が死亡花婿が重傷を負った事故で女が刑務所からかけた電話の通話記録がメディアに報道されました先月28日金曜日ジェイミー・コモラスキー容疑者25歳が新郎新婦の乗ったゴルフカートに車で突っ込み 花嫁のザマンサ・ハッチンソンさんが死亡しました警察によりますと小村月容疑者は制限速度が時速40キロの道を100キロ以上を出し血中アルコール濃度は基準値の3倍だったということです事故の2日後小村月容疑者が刑務所から両親にかけた電話の通話記録がメディアで報道されましたそれによりますと小村月容疑者は なぜ私がこんな目に遭うのかなぜ私なのか何年も何年も刑務所にいることになるに違いないなどと語っていますまた別の電話で予期せぬ事故だったもちろんわざとじゃなかったと語り両親には泣きながら私がどれだけ後悔して自責の念を感じているか裁判官が理解してくれることを祈るしかない私は悪人ではない 二度と悪いことはしないなどと語っています結婚披露宴を終えた直後に二人は事故に遭遇し花嫁のサマンサさんが死亡花婿のエリックさんと一緒にいた二人が重傷を負い病院に運ばれました結婚直後に妻を亡くしたエリックさんが事故について語りましたドライバーに何か言ったらいいのかない、今は今は無

Tchau.